栄地下栄地下とは、愛知県名古屋市中草栄にある地下街である。管理は、栄地下町株式会社が行っている1969年11月に開業した名古屋のメインストリート広小路通りの下に広がる地下街である。名古屋市交通局地下鉄東山線、名城線栄駅、名鉄瀬戸線栄町駅が最寄り駅となる。丸江、スカイル、 名古屋三越と接続し、栄町商店街の主要店舗を接続する役割を果たしているとともに、森の地下街経由で地下鉄東山線北側に位置するセントラルパーク地下街とも接続する形となっている。地下鉄名城線栄駅の上に建設された森の地下街南一番街南四番街とは段差なく接続しており、それぞれの地下街の運営主体が異なることを知らない。 場合、違いに気づくことは難しい。栄地下中央部の中央広場には、鏡クリスタル株式会社のガラス工芸家、鏡光製作のオーブジェ、シャトークリスタルが展示されていたことから、同広場は1977年に一般公募により、クリスタル広場と命名された。ちなみに、同オブジェは1999年の改装時に、 ステンドグラス工芸家の安高地厚子製作のオブジェ、交際に変更されている。長年にわたり名古屋栄地区における著名な待ち合わせ場所となっていたが、2016年に地下街リニューアルのための工事に伴い、撤去された。上記のリニューアル計画に先立ち、2017年5月29日付で、創業以来の事業者名、栄地下センター株式会社を、 坂地下町株式会社に変更したが、地下街の名称は坂地下のまま変更されていない。2019年11月11日に正式にリニューアルオープン。かつてクリスタル広場があった場所には4台の大型 LED ディスプレイが設置され、季節の風景が映し出されている。広工事通地下の坂地下再生端は坂町ビルの地下駐車場と 段差なしでつながっている。栄地下内、クリスタル広場南側に入居していた、日産名古屋ギャラリーの展示車両を入れ替える際には、この駐車場から人力でギャラリーまで搬入、搬出していた。なお、日産ギャラリーは2013年5月6日をもって、営業を終了し、同年9月14日には跡地に、NTT ドコモの最新スマートフォンが体験できる施設。 ドコモスマートフォンラウンジ名古屋がオープンした。坂江交差点地下では、南北方向に伸びる森の地下街につながっている。愛知県名古屋市中区堺3丁目4番6号先。ありがとうございます。